まあ前回までは URL を入れてブックマークを登録っていうボタンを押したらあのローカルストレージに保存されていくっていうところまでやったので、えー、次はこのローカルストレージに入っているやつを読み込んで、えー、それをこの画面のここら辺に表示させるっていうのをやりたいと思います、まあ、画面の領域としてはボタンの下に UL タグを入れまして LI タグも入れますであのリスト用に このデータのところにリストっていう配列のプロパティを入れてあったので、これを V4 でループさせるわけですね。で、まあ、えー、実際に取り出した要素をアイテムっていう名前にして、リストとしておきます。それで、えー、このアイテムのタイトル、まあ、後で リンクにしたいと思いますけども、とりあえずは画面に表示させたいということで、アイテム URL というのを並べて書いておきます。で、当然最初はリストに何も入っていないので、えー、何も表示されないですね。まあ、例えばここにタイトル URL を入れると、まあ、ここに表示されるようになります。これはクリアして、えー、ローカルストレージのデータをリストに格納していきたいと思います。まあ、新しくメソッドを作ろうと思います。で、 このローカルストレージに保存されているデータをいつ取り出してリストに掘り込むかっていうそのタイミングなんですけども、まずはそのアプリを起動した時に取っていきたいですよね。ですので、このコンポーネントが出来上がったクリエイテ e i のところで実行したいと思うんですけれども、まあメソッドとしては名前はロードブックマークスというふうにしておきたいと思います。それと、 ブックマークを登録した直後にもリストに表示させたいので、セーブブックマークの一番最後に、まあここですね、実行しておきたいと思います。では、新しくメソッドを作りたいと思います。ロードブックマークス。まあ、ファンクションって長々と書いてますけど、これはどうもこれでもいいみたいですね。一度これでやってみたいと思います。えー、ローカルストレージからデータを取り出してきます。キー名は、 何でしたっけブックマークスですね。これを取り出しますと。取り出したものって文字列なんですね。オブジェクトを JSON ストリンジフ i f y ってやつで文字列にして、ここですね。JSON ストリンジフ i f y でオブジェクトの配列を文字列化して格納しているので、それを JSON 形式に戻す必要がありますね。ですので、JSON p a s っていうのを使って文字列をオブジェクトに戻します。そしてそれを リストに格納するわけですね。まあ、こんな感じ、ブックマークを登録っていうのを押すと、ローカルストレージに増えて、それが表示されるようになりました。ただ、右側がすごい赤くなってまして、エラーだと思うので、ちょっと見ていきたいと思います。ロードブックマークイズノットアファンクションとか、キャノトリー,ー,ードプロパティロードブックマークスオブアンデファインド。うん。あ、そうですね。ここにね、ディスドットロードブックマ r クスっていう風に書いたんですけども、これ でと、フェッチの、えー、この前前ゼっていう中の、いわゆる無名関数とかクロージャーとか言われている、全っていう関数の中に記述されているので、このディスっていうのが、その参照してくれないんですよね。ですので、セルフを使いますと。これでやってみますと、エラーが出なくなりました。で現状、タイトルの横に URL が出てきてるんですけれども、これをあの、 リンクにしたいわけですね。えー、ですので、テンプレートのところに行って、A タグを書きます。タイトルを A タグで挟んで、HREF のところにアイテム URL を入れますと。で、これはバインドさせるためにコロンを入れます。まあ、いわゆる V バインドですね。ちゃんと書くと V バインドなんですけれども、短縮してコロンだけでいいという感じです。それで右側にある URL は削除して画面を見てみましょう。 そうしますと、この Yahoo Japan のリンクがね、出るようになりました。今ポチッと押してみますけど、ちょっと残念なことに、この何度も言ってますけど、Electron って Chromium っていうブラウザーを含んでますので、ここで表示されちゃうんですね。ですので、これ戻れないので、ちょっと一旦閉じて、もう一度起動します。で、どうするのがいいかっていうと、理想としてはポチッと Yahoo Japan のリンクを押したときに、 規定のブラウザーで開いてくれるのが一番いいですね。私は Chrome を規定のブラウザーにしてるんですけど、まあ、Chrome とかで表示させてほしいということですね。で、まずですね、見たらわかると思うんですけれども、なぜかこう、横3列に並んでますので、これは、えっと、もともと設定されていたスタイルですので、これは削除しておきます。そうすることで、上から下に1列で縦に並んでくれると。結構簡単に、 ブラウザで開くことができるんですけども、まあ、シェルっていうモジュールがエレクトロンにはあります。ですので、エレクトロンからシェルっていうモジュールを持ってきます。でですね、これ、href っていうのを使うんじゃなくて、これをクリックしたらオープンページ。こんな感じにしておきます。オープンページっていうメソッドを作ります。オープンページ。で、引数は URL ですね。で、ここで、 シェルを使います。で、オープンエクスターナルっていうので、引数に URL を指定してあげると開くみたいですね。まあ、こんな感じで開きます。こういう感じですね。まあ、新しくタブが開いて、Yahoo に飛んでくれるという感じになります。えー、例えば、Google をブックマークに入れたいとしたら、Google を URL をここに入れてブックマークを登録を押すと、 ここに Google っていうのが出ますね。で、押すと Google に飛んでくれると。で、これだと、まあ、どんどん溜まっていくので、消したい時もあると思いますので、保存しているブックマークをクリアするボタンを作ってみたいと思います。まあ、どこでもいいんですけども、リンクの下にボタンを設置して、ブックマークをクリアというボタンを設置します。で、メソッド名は何でもいいんですけど、クリアブックマーク複数形にしておきましょう。クリアブックマークス。で、メソッドを作ります。 何をするかというと、ローカルストレージをクリアするんですね。すべてクリアして、ロードブックマークス関数を実行して、リストに反映するということですね。えー、それで、こうしてしまうと、まあ、よからぬことが起こるんですけど、まあ一回、ブックマークをクリアをします。で、ブックマークを登録を押すと、えー、Canot Read Property Push of Null ってなってしまいまして、結局リストの ローカルストレージが全くの空になってしまって、その空がリストに反映されてしまうので、リストがなんか、なるの状態になっちゃうんですね。ですので、新しくブックマークを登録した時に配列じゃないので、プッシュできませんよっていうことになってしまいます。ですので、ま、セット、アイテム、ブックマークスに配列の文字列を入れることで空にするっていうのを実現しておきます。そうすることで、えー、ブックマークが クリアしした後登録していいけるととうことですね。べてのブラウザにはブックマーク機能がついているのでこのアプリが必要かどうかっていうのはわからないんですけれどもエレクトロンを使ってこういうことができるんだっていうことがわかっていただけたかなと思います引き続きエレクトロンでできることをご紹介していきたいと思います本日は以上になりますどうもありがとうございました